また取引先のおじさんから誘いのラインだえまた差しのみに行かないかだってきっつ断っちゃえばでも仕事に繋がるかもしれないしはあこれも営業のうちか今日も可愛いね俺のために着飾ってきたのえへえへ2時間2時間耐えるのよはいそうなんですもしかしてその服の下はそうぶしだったりしてんなわけないだろじじい ところで、例の案件はどうなりましたか今日は仕事のことは忘れて可愛い,い女の子とイチャイチャしながら飲みたいのそうだ、僕のことをタッコンって呼んでおいおいおいこにクーパンめり込ませてやろうがタッコンよあやっぱり来るんじゃなかった真面目な話さはい、何ですか今度、二人で不倫旅行に行かないかそしたら、大きい案件を君に持ってきてあげるからさいひいひいひい ちょっとおっさん、あんた自分が若い女と楽しみたいだけでこの子を仕事相手として見てないでしょ。